明日のお天気についてお伝えします。広く傘の活躍する天気となりそうですね。そうですね、梅雨前線が西日本の南岸付近まで北上してくる予想でして、西日本各地で雨となる見込みです。まず天気図をご覧いただきましょう。こちらが今夜の予想天気図です。この段階で九州の西の海上に低気圧があるんですけれども、この低気圧、これが明日の朝には、九州の南東沖、そして夜には、四国沖にかけて進んでくる予想でして、西日本は太平洋側を中心に雨の範囲が、広くこう出てくるということになりそうです。降水エリア、見ていきますと、未明からですね、もう西日本太平洋側、中心に雨が降って、日中帯はその雨の範囲が日本海側の方まで西日本エリアは広がっていくものと見られます。太平洋側ではザーザーとした強い降りというところもありそうですね。このように、夜にかけても広い範囲で降る想定なんですけれども、予測モデル間のですね、計算の違いがちょっと大きくなっている点があります。特に太平洋側は、降る可能性結構、これは比較的高いんですけれども、日本海側についてはちょっと雨の範囲が縮小する可能性もあります。日本海側の方については明日の雨について、最新の動向にはご注目いただければと思います。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。